どうも、レフト前エンタイトルスベスです。今回は、そう、結婚おめでとうございます。高橋奎二投手についてやっていきたいと思います。高橋奎二投手をエラントで回してみて、どういった成績残すのかということをちょっと今から検証していきたいと思います。そして今画面に出てるのが高橋投手の能力であります。結構特殊能力ついてて、球も速いですし、変化球結構3球種あんで、そして曲がりも大きいので、まあ、下手したら、2桁勝つんじゃないかなって僕見込んでて、それちょっと検証してみたいですね。はい。で、ヤクルト打線はちょっと強力なんで、多少防御率が悪くても、勝ち星ついてくんじゃないかなと思ってんで、ぜひちょっと10勝をね、取ってもらってね、嫁さん養ってもらってほしいっすわ。はい。ちょっと何言ってるかよくわかんないですけど、ね。ということでね、まあ、ちょっとエースとして、もう次世代のエースと呼ばれてますんで、エースとして、1年間ちょっとローテ守ってもらって、どういった成績残せるのか、今から、検証していきたいと思います。じゃあ今から、ペナント1年回していきたいと思います。スタートー。さあ、1年間、ペナントを回してみました。高橋奎二投手、どんな成績になったのか、そしてヤクルトスワローズの成績は、どのように変動していったのか、見ていきたいと思います。じゃあ、まず、ヤクルトの順位から、どうなったの？おお、めっちゃ上がっとるやん。万年最下位のヤクルトが。板のパワーすげえな。こんなに変わります？いやー、一気にクライマックス、出場圏内の3位に躍り出ましたよ。すごいなー。何がすごかったのかちょっと細かいとこ見てないからわかんないんですけど。これクライマックスどうなったんだろう。ちょっとクライマックスも見ていきたいと思います。ちょっと少々お待ちくださいね。ここで。はい、ありますね。クライマックスシリーズ記録。あー！さすがに。さすがにファーストステージで阪神に負けてますけれども、いや、大健闘でしょ。あの戦力でね、3位すげえな。これはもう、ねえ、エースになってんですから、そんち。おそらくすごい成績に落ちてんでしょうね。期待したいです。見ていきます。こんな成績残したんすか？まさかの規定投球回到達しておりません。どういう事態ですかね。一番手ですよ。エースですよ。固定してますからね。怪我とかしてない限りはね、絶対いるはずなんですけど。どこだ、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 あれ、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 どういうことですか、これ。防御率 5.59。 うーわ、ひでえな、おい。いつもよりひでえんじゃねえかっていう。はあ。で、投球回116だから、まあ投げてる方っちゃ投げてる方なのかな。いや、ちょっとね。で、勝ち星4、負け13。お前負けすぎやろ。投手失格やぞ。負けすぎですよね。勝率2割3分5厘ってお前。勝ち試合見に行った人超厉害やんって。なんでそしてセーブしてんだよ。おかしいやろ。何セーブあげてんだよ。投手コーチ狂ったんか。謎のセーブあげてますね。登板も31試合投げてますから。フルでちゃんと投げてますね。先発26ってことは、5試合、リリーフで投げたってことですかね。ちょっとね、やっぱ投手が、崩壊してますよ。なんかちょっと清水、そして97試合投げてるし、これ終わってんだろ、お前。投げすぎだろ、お前。梅野ですら72試合。お前投げすぎやろ。投手運用考えて。ヤクルトさん。え？一
藤投手出身なんだからしっかりしてよ、そこは。QS も4。QS 率 15.4。HQS1 個だけ。3.8。ああ、三振も83しか取れてねえよ。うん、終わってるわ。フォアボールもクソいわ。うん、フォアボールも多い。うん、ホームランはまあ打たれてねえのかな、これは。ちょっとよくわかんないけどさ。被打率も3割超えてます。もうバッティングセンターです。バッティングセンターがね、開場しましたよ、神宮に新たに。もう対右も対左ももう3割ぐらい打たれてますな。で、ウィップ。ウィップも 1.7 球も終わってます。1人か2人ぐらいも必ず出してますからね、ランナー。こんな感じになりました。はい。だから、順位は上がったんですけど、まあ、それは高橋奎二のおかげではないと。板野友美のおかげではないということが、残念ながら判明してしまいました。まあ、何のタイトルも取れてないことは分かっていますが、見ていきますか。なんでお前ヤクルトは出てったバレンティンが DH でベストナイン取ってますわ、ほんと。お前がいたら優勝できたのによ。村上山田が入ってましたね。ゴールデングラブ青木。まあ今年取ってたけど。昔は考えられないことですよね、絶対。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。新庄全く同じだって、これなんかすっげえ、当たり前か。すっげえ同じ。すっげえ現実となんか似てる。中島とか撮ってるけど。こんな感じでーす。ということでね、検証結果。ちょっとゲーム内では微妙でしたが、現実世界では頑張ってもらいたいところです。ご視聴ありがとうございました。